こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は連続テレビ小説オードリーの第81話から第100話のあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。連続テレビ小説オードリー第81話のあらすじは以下の通りです。第81話ではヒロインの水木が女優としての道を歩む中で個人的な試練とプロフェッショナルな挑戦に直面します。水木は大京映画の黒田社長に女優になりたいと直訴し、彼の反対を押し切って大部屋女優として採用されます。しかしそこで彼女を待っていたのは先輩女優からのいじめでした。水木は映画「無頼人」で端役を演じる機会を得ますが、撮影中にもみじたちによる妨害に遭います。それを阻止したのは大部屋俳優の城島直哉でした。水木は孤独で映画を愛する城島に次第に惹かれていきます。一方、大京映画は経営難に陥り、黒田はリストラを決定し、テレビ時代劇への進出を計画します。杉本は監督に指名され、新八に立てしへの転向を命じます。水木は城島との関係に反対されますが、彼女は城島に心を開くようになります。しかし、無頼人の興行不振により、大京映画はさらなる危機に瀕します。滝野は水木と城島の関係を断ち切ろうとしますが、水木は城島との駆け落ちを決意します。待ち合わせ場所に城島が現れなかったことで水木は失望しますが、新八に慰められ彼は立石への転向を決意します。テレビ時代劇「惨殺浪人むしろう」では水木は主役の許嫁駒役に抜擢されますが、城島との息が合わずに NG を連発します。城島は主役のプレッシャーに苦しみますが、杉本の執念で制作された「むしろう」は高視聴率を記録します。しかし番組の内容に触発された事件が起こり、世論の反発を受けて続編の制作は中止されます。大京映画は規模を縮小し、杉本は助監督に降格され、城島は大京映画を去ります。水木の女優業も開店休業状態になります。このエピソードは水木が自分の夢と現実の間で葛藤する姿を描いており、彼女の成長と変化を感じさせる重要な回です。連続テレビ小説オードリー第82話のあらすじは以下の通りです。水木は女優としてのキャリアを追求し続け、個人的な成長とプロフェッショナルな挑戦の両方に直面しています。彼女の周りの人々もまた映画業界の変化に適応し、自分たちの道を見つけようとしています。オードリーは2000年10月2日から2001年3月31日まで放送された連続テレビ小説で、20世紀から21世紀にかけての時代を描いた作品です。このドラマは映画に人生を捧げるヒロイン水木の姿を通じて、日本映画の聖地京都市太秦を舞台にした物語が展開されます。連続テレビ小説オードリー第83話のあらすじは以下の通りです。このエピソードではヒロインの水木がさらなる個人的な成長とプロフェッショナルな挑戦に直面することが示唆されています。水木は女優としてのキャリアを追求し続け、映画業界の変化に適応しながら自分自身のアイデンティティと向き合うことになります。このドラマは映画に人生を捧げるヒロイン水木の姿を通じて、日本映画の聖地京都市太秦を舞台にした物語が展開されます。連続テレビ小説オードリー第84話のあらすじは以下の通りです。第84話では主人公の水木が自分の恋愛感情と家族の期待との間で葛藤する様子が書かれています。水木は映画スターの栗部金太郎や三木幸太郎、助監督の杉本英樹、子役の中山新八との出会いを通じて映画の世界に魅了されます。しかし彼女が映画に関わることを望まない育ての母滝野と身の母愛子の間で心が揺れ動きます。水木は映画「無頼人」で端役として出演する機会を得ますが、先輩女優からのいじめに遭いながらも大部屋俳優の城島直哉に惹かれていきます。
城島は水木の支えに心を開くようになりますが、彼女の恋は家族から反対されます。一方で大京映画は経営難に陥り、黒田社長はテレビ時代劇への進出を決定します。杉本は立石への転向を命じられた新八に新たな道を示します。水木はテレビ時代劇惨殺浪人むしろうで主役の許嫁駒役に抜擢されますが、撮影で NG を連発し、城島との関係にも亀裂が入ります。しかし杉本が制作したむしろうは高視聴率を記録し、大京映画の危機を救います。その後水木は女将編に進み、椿屋の女将を継ぐ決意をしますが、映画への情熱は消えず、最終的には映画の世界に戻ることを決意します。このエピソードは水木が自分の夢と家族の期待の間で揺れる姿を通じて成長と自己実現の物語を書いています。連続テレビ小説オードリー第85話のあらすじは以下の通りです。水木は映画ブライジンの撮影で苦労しながらも大部屋俳優の城島直哉に惹かれていきます。しかし彼女の恋は家族から反対され、大京映画の経営難が深刻化する中、黒田社長はテレビ時代劇への進出を決定します。杉本は新八に立石への転向を命じますが、水木は城島との関係に悩みます。テレビ時代劇惨殺浪人むしろうで主役の許嫁駒役に抜擢された水木は撮影で NG を連発し、城島との関係にも亀裂が入ります。しかし杉本が制作したむしろうは高視聴率を記録し、大京映画の危機を救います。その後水木は女将編に進み、椿屋の女将を継ぐ決意をしますが、映画への情熱は消えず、最終的には映画の世界に戻ることを決意します。このエピソードは水木が自分の夢と家族の期待の間で揺れる姿を通じて成長と自己実現の物語を書いています。連続テレビ小説オードリー第86話のあらすじは以下の通りです。昭和47年春、高校卒業を迎えた水木は女優になる夢を胸に再び撮影所を訪れます。そこでかつての知り合いである幸太郎、新八、杉本と再会し、彼らとの再会は水木の決意を新たにします。しかし水木の両親と育ての母滝野は彼女の女優への道を反対します。水木は黒田重光社長に直談判し、大京映画の大部屋女優として採用されますが、そこでの生活は先輩女優からのいじめが待っていました。水木は映画ブライジンで端役を得るも、もみじたちは彼女を転倒させようとします。しかし大部屋俳優の城島直哉の機転でそれを阻止されます。城島との出会いは孤独で映画を愛する彼に水木が惹かれるきっかけとなります。水木の恋は周囲の反対を受けますが、城島もまた水木に心を開くようになります。一方大京映画はブライジンの興行不振により赤字を抱え、黒田はリストラとテレビ時代劇への進出を決定します。杉本は監督に指名され、新八には立石への転向を命じられます。水木は滝野による手切れ金の提案を知り、城島との駆け落ちを決意しますが、待ち合わせ場所には城島は現れません。失意の水木を新八が慰め、彼は役者の道を諦めて立石への転向を決意します。このエピソードは水木の女優としての道の始まりと彼女の周囲の人々との複雑な関係を書いています。水木の夢への情熱とそれに対する家族の反対、そして初めての恋の芽生えが物語に深みを与えています。連続テレビ小説オードリー第87話のあらすじは以下の通りです。昭和47年、水木は大京映画の大部屋女優としての厳しい日々を送っていました。彼女は映画ブライジンで端役を得るも、先輩女優たちからのいじめに遭い、撮影中に転倒させられそうになります。しかし大部屋俳優の城島直哉が機転を利かせて水木を助けます。この出来事がきっかけで水木は孤独で映画を愛する城島に惹かれていくのです。一方大京映画はブライジンの興行不振により赤字を抱え、黒田社長はリストラとテレビ時代劇への進出を決定します。
杉本は監督に指名され、新八には立石への転向を命じられます。水木は滝野から手切れ金を提案されることを知り、城島との駆け落ちを決意しますが、待ち合わせ場所には城島は現れません。失意の水木を新八が慰め、彼は役者の道を諦めて立石への転向を決意します。テレビ時代劇では杉本が城島を主役に惨殺浪人むしろうを企画し、水木はむしろうの言い名付け駒役に抜擢されます。しかし撮影中に水木は城島との息が合わず NG を連発します。城島は主役のプレッシャーに苦しみ、問題行動を繰り返しますが、杉本の執念で制作されたむしろうは高視聴率を記録します。昭和51年、滝野の元恋人がプロポーズし、春尾は動揺します。愛子は春尾に失望し離婚を切り出します。水木は椿屋の女将を継ぐと宣言し、春尾はアメリカへ逃避します。その後春尾は日米合作映画の話を持って帰国しますが、円のレート変動により撮影は中止されます。愛子は悲しみに暮れ、水木は椿屋を続けながら映画の世界に復帰したいという衝動に駆られます。このエピソードは水木の女優としての成長、家族との葛藤、そして初恋の複雑な感情を書いており、彼女の周囲の人々との関係が物語に深みを与えています。連続テレビ小説オードリー第88話のあらすじは以下の通りです。昭和47年、水木は大京映画の大部屋女優としての厳しい日々を送っていました。彼女は映画ブライジンで早く終えるも、先輩女優たちからのいじめに遭い、撮影中に転倒させられそうになります。しかし大部屋俳優の城島直哉が機転を利かせて水木を助けます。この出来事がきっかけで水木は孤独で映画を愛する城島に惹かれていくのです。一方大京映画はブライジンの興行不振により赤字を抱え、黒田社長はリストラとテレビ時代劇への進出を決定します。杉本は監督に指名され、新八には立石への転向を命じられます。水木は滝野から手切れ金を提案されることを知り、城島との駆け落ちを決意しますが、待ち合わせ場所には城島は現れません。失意の水木を新八が慰め、彼は役者の道を諦めて立石への転向を決意します。テレビ時代劇では杉本が城島を主役に惨殺浪人むしろうを企画し、水木はむしろうの言い名付け駒役に抜擢されます。しかし撮影中に水木は城島との息が合わず NG を連発します。城島は主役のプレッシャーに苦しみ、問題行動を繰り返しますが、杉本の執念で制作されたむしろうは高視聴率を記録します。昭和51年、滝野の元恋人がプロポーズし、春尾は動揺します。愛子は春尾に失望し離婚を切り出します。水木は椿屋の女将を継ぐと宣言し、春尾はアメリカへ逃避します。その後春尾は日米合作映画の話を持って帰国しますが、円のレート変動により撮影は中止されます。愛子は悲しみに暮れ、水木は椿屋を続けながら映画の世界に復帰したいという衝動に駆られます。このエピソードは水木の女優としての成長、家族との葛藤、そして初恋の複雑な感情を書いており、彼女の周囲の人々との関係が物語に深みを与えています。連続テレビ小説オードリー第89話のあらすじは以下の通りです。昭和47年、水木は大京映画の大部屋女優としての厳しい日々を送っていました。彼女は映画ブライジンで早く終えるも、先輩女優たちからのいじめに遭い、撮影中に転倒させられそうになります。しかし大部屋俳優の城島直哉が機転を利かせて水木を助けます。この出来事がきっかけで水木は孤独で映画を愛する城島に惹かれていくのです。一方大京映画はブライジンの興行不振により赤字を抱え、黒田社長はリストラとテレビ時代劇への進出を決定します。杉本は監督に指名され、新八には立石への転向を命じられます。水木は滝野から手切れ金を提案されることを知り、城島との駆け落ちを決意しますが、待ち合わせ場所には城島は現れません。失意の水木を新八が慰め、
彼は役者の道を諦めてたてしへの転向を決意します。テレビ時代劇では杉本が城島を主役に斬殺浪人むしろうを企画し、水木はむしろうの許嫁駒役に抜擢されます。しかし撮影中に水木は城島との息が合わず NG を連発します。城島は主役のプレッシャーに苦しみ問題行動を繰り返しますが、杉本の執念で制作されたむしろうは高視聴率を記録します。昭和51年、滝野の元恋人がプロポーズし、春尾は動揺します。愛子は春尾に失望し離婚を切り出します。水木は椿屋の女将を継ぐと宣言し、春尾はアメリカへ逃避します。その後春尾は日米合作映画の話を持って帰国しますが、円のレート変動により撮影は中止されます。愛子は悲しみに暮れ、水木は椿屋を続けながら映画の世界に復帰したいという衝動に駆られます。このエピソードは水木の女優としての成長、家族との葛藤、そして初恋の複雑な感情を書いており、彼女の周囲の人々との関係が物語に深みを与えています。連続テレビ小説オードリー第90話のあらすじは以下の通りです。昭和47年、水木は大京映画の大部屋女優としての厳しい日々を送っていました。映画ブライジンでの端役をきっかけに孤独で映画を愛する城島直哉に惹かれていく美月。しかし大京映画はブライジンの興行不振により赤字を抱え、黒田社長はリストラとテレビ時代劇への進出を決定します。杉本は監督に指名され、新八には立石への転向を命じられます。水木は滝野から手切れ金を提案されることを知り、城島との駆け落ちを決意しますが、待ち合わせ場所には城島は現れません。失意の水木を新八が慰め、彼は役者の道を諦めて立石への転向を決意します。テレビ時代劇では杉本が城島を主役に斬殺浪人むしろうを企画し、水木はむしろうの許嫁駒役に抜擢されます。しかし撮影中に水木は城島との息が合わず NG を連発します。城島は主役のプレッシャーに苦しみ問題行動を繰り返しますが、杉本の執念で制作されたむしろうは高視聴率を記録します。昭和51年、滝野の元恋人がプロポーズし、春尾は動揺します。愛子は春尾に失望し離婚を切り出します。水木は椿屋の女将を継ぐと宣言し、春尾はアメリカへ逃避します。その後春尾は日米合作映画の話を持って帰国しますが、円のレート変動により撮影は中止されます。愛子は悲しみに暮れ、水木は椿屋を続けながら映画の世界に復帰したいという衝動に駆られます。このエピソードは水木の女優としての成長、家族との葛藤、そして初恋の複雑な感情を書いており、彼女の周囲の人々との関係が物語に深みを与えています。連続テレビ小説オードリー第91話のあらすじは以下の通りです。第91話ではヒロインの水木が映画の世界への情熱を再燃させます。水木はかつての恋人である城島との複雑な関係に苦悩しながらも彼女の夢を追い続ける決意を固めます。このエピソードは水木の成長と自己発見の旅の重要なターニングポイントを書いています。水木は映画制作に携わるアルバイトとして大京映画に参加することになり、そこで彼女は映画武蔵の監督を任されます。この重大な責任に直面し、水木は自分の才能と映画への愛を信じてプロジェクトに取り組みます。彼女はかつての同僚や友人たちの支えを受けながら映画を完成させるために奮闘します。一方で水木の個人生活も大きな変化を迎えます。彼女は映画業界でのキャリアを追求する一方で、家族との関係や恋愛にも新たな展開があります。水木は自分の過去と向き合い、未来に向けて前進する勇気を見つけることになります。このエピソードは水木が自分自身と向き合い、夢を追い続けることの重要性を視聴者に伝えます。彼女の旅は多くの障害と挑戦に満ちていますが、水木はそれらを乗り越え自分の道を切り開くことを決心します。
連続テレビ小説オードリー第92話のあらすじは以下の通りです。水木は映画武蔵の監督としての役割に全力を注いでいます。撮影現場では彼女はプロフェッショナルとしての自分を確立しチームを率いています。しかし水木の心は過去の恋人である城島との未解決の感情によって揺れ動いています。城島は水木が監督を務める映画の主演俳優として復帰することになり、二人の間の緊張は高まります。映画のプロットは伝説の剣士宮本武蔵の生涯を書いており、水木はこの大作を成功させるために自身の映画制作に対する情熱とスキルを駆使します。彼女は映画の中で武蔵の強さと脆さの両方を表現することに専念しています。一方、水木の個人生活では家族との関係が新たな段階に入ります。彼女は家族との絆を再構築し、自分の過去と和解することで内面の平和を見つけようとします。水木は自分の夢を追い続けることの重要性を理解し、それが彼女の人生の中で最も価値のあるものであることを再認識します。第92話は水木が自分の過去と向き合い、未来に向けて前進する勇気を見つける過程を書いています。彼女は映画制作と個人的な成長の両方で大きな飛躍を遂げ、視聴者に感動を与えます。連続テレビ小説オードリー第93話のあらすじは以下の通りです。水木は映画武蔵の監督としての重圧と責任に直面しながらも撮影を進めていきます。彼女は映画制作の過程で自分自身の才能と映画への愛を再確認し、チームをまとめ上げるリーダーシップを発揮します。しかし水木の心は城島との複雑な感情と過去の思い出に引き裂かれています。城島は水木が監督する映画の主演俳優として復帰し、二人の間の緊張は高まります。水木は城島との関係を乗り越え映画制作に集中することを決意しますが、それは容易なことではありません。彼女は映画の成功と個人的な幸福の間で葛藤します。一方、水木の家族も変化の時を迎えています。水木は家族との絆を強化し、自分の過去と和解することで内面の平和を見つけようとします。彼女は自分の夢を追い続けることの重要性を理解し、それが彼女の人生の中で最も価値のあるものであることを再認識します。第93話は水木が自分の過去と向き合い、未来に向けて前進する勇気を見つける過程を書いています。彼女は映画制作と個人的な成長の両方で大きな飛躍を遂げ、視聴者に感動を与えます。連続テレビ小説オードリー第94話のあらすじは以下の通りです。水木は映画武蔵の監督としての役割に全力を注いでいます。撮影現場では彼女はプロフェッショナルとしての自分を確立しチームを率いています。しかし水木の心は過去の恋人である城島との未解決の感情によって揺れ動いています。城島は水木が監督を務める映画の主演俳優として復帰することになり、二人の間の緊張は高まります。映画のプロットは伝説の剣士宮本武蔵の生涯を書いており、水木はこの大作を成功させるために自身の映画制作に対する情熱とスキルを駆使します。彼女は映画の中で武蔵の強さと脆さの両方を表現することに専念しています。一方、水木の個人生活では家族との関係が新たな段階に入ります。彼女は家族との絆を強化し、自分の過去と和解することで内面の平和を見つけようとします。水木は自分の夢を追い続けることの重要性を理解し、それが彼女の人生の中で最も価値のあるものであることを再認識します。第94話は水木が自分の過去と向き合い、未来に向けて前進する勇気を見つける過程を書いています。彼女は映画制作と個人的な成長の両方で大きな飛躍を遂げ、視聴者に感動を与えます。連続テレビ小説オードリー第95話のあらすじは以下の通りです。
水木は映画 MUSASHI の監督としての重圧と責任に直面しながらも撮影を進めていきます。彼女は映画制作の過程で自分自身の才能と映画への愛を再確認し、チームをまとめ上げるリーダーシップを発揮します。しかし水木の心は城島との複雑な感情と過去の思い出に引き裂かれています。城島は水木が監督する映画の主演俳優として復帰し、二人の間の緊張は高まります。水木は城島との関係を乗り越え映画制作に集中することを決意しますが、それは容易なことではありません。彼女は映画の成功と個人的な幸福の間で葛藤します。一方、水木の家族も変化の時を迎えています。水木は家族との絆を強化し、自分の過去と和解することで内面の平和を見つけようとします。彼女は自分の夢を追い続けることの重要性を理解し、それが彼女の人生の中で最も価値のあるものであることを再認識します。第95話は水木が自分の過去と向き合い、未来に向けて前進する勇気を見つける過程を書いています。彼女は映画制作と個人的な成長の両方で大きな飛躍を遂げ、視聴者に感動を与えます。連続テレビ小説オードリー第96話のあらすじは以下の通りです。第96話ではヒロインの水木が彼女の人生に大きな影響を与える映画の世界との関わりを深めていきます。水木は映画スタジオでの仕事を通じて自身の夢と恋愛に直面し、それらを追求する決意を固めます。このエピソードは水木が成長し自立していく過程を書いており、彼女の内面の葛藤や周囲の人々との関係が重要なテーマとなっています。水木は映画スタジオでの仕事に情熱を注ぎ、そこで出会った人々との絆を深めていきます。特に彼女は映画監督の杉本や同じく映画に情熱を持つ城島との関係が書かれています。水木は彼らとの交流を通じて映画業界での自分の位置を確立しようと努力します。また水木の恋愛も物語の重要な要素です。彼女は城島に対して複雑な感情を抱き、二人の関係は様々な困難に直面しますが、水木は自分の感情に正直になり、城島との関係を深めようとします。第96話は水木が自分自身と向き合い、夢を追い続ける決意を新たにする重要なターニングポイントです。彼女は映画業界でのキャリアを築くために多くの挑戦に立ち向かい、自分の道を切り開いていく姿が書かれています。このエピソードは水木の成長物語の中でも特に感動的な部分であり、視聴者にとっても印象深いものとなっています。連続テレビ小説オードリー第97話のあらすじは以下の通りです。第97話ではヒロインの水木が映画業界での自分の立ち位置を模索しながら、恋愛と仕事の間で葛藤する様子が書かれています。水木は映画スタジオでの仕事に情熱を注ぎ、そこで出会った人々との絆を深めていきます。特に映画監督の杉本や同じく映画に情熱を持つ城島との関係が重要なポイントとなります。水木は城島に対して複雑な感情を抱き、二人の関係は様々な困難に直面します。しかし水木は自分の感情に正直になり、城島との関係を深めようと努力します。一方で水木は映画業界でのキャリアを築くために多くの挑戦に立ち向かい、自分の道を切り開いていく姿が書かれています。このエピソードは水木が自分自身と向き合い、夢を追い続ける決意を新たにする重要なターニングポイントです。彼女は映画業界でのキャリアを築くために多くの挑戦に立ち向かい、自分の道を切り開いていく姿が書かれています。連続テレビ小説オードリー第98話のあらすじは以下の通りです。第98話ではヒロインの水木が映画業界での自分の立ち位置を模索しながら、恋愛と仕事の間で葛藤する様子が書かれています。水木は映画スタジオでの仕事に情熱を注ぎ、そこで出会った人々との絆を深めていきます。
特に映画監督の杉本や同じく映画に情熱を持つ城島との関係が重要なポイントとなります。水木は城島に対して複雑な感情を抱き、二人の関係は様々な困難に直面します。しかし水木は自分の感情に正直になり、城島との関係を深めようと努力します。一方で水木は映画業界でのキャリアを築くために多くの挑戦に立ち向かい、自分の道を切り開いていく姿が書かれています。このエピソードは水木が自分自身と向き合い、夢を追い続ける決意を新たにする重要なターニングポイントです。彼女は映画業界でのキャリアを築くために多くの挑戦に立ち向かい、自分の道を切り開いていく姿が書かれています。連続テレビ小説オードリー第99話のあらすじは以下の通りです。第99話ではヒロインの水木が映画業界での自分の立ち位置を確立しようと奮闘する中、個人的な関係とプロフェッショナルな成長のバランスを取ることに苦労します。水木は映画スタジオでの仕事に情熱を注ぎながらも、恋愛関係の複雑さに直面し、自分の感情とキャリアの間で葛藤します。このエピソードでは水木が映画監督の杉本や映画に情熱を持つ城島との関係を深めていく様子が書かれます。水木は彼らとの交流を通じて映画業界での自分の位置を確立しようと努力しますが、同時に城島に対して抱く複雑な感情に苦悩します。また水木の恋愛も物語の重要な要素です。彼女は城島に対して複雑な感情を抱き、二人の関係は様々な困難に直面しますが、水木は自分の感情に正直になり、城島との関係を深めようとします。第99話は水木が自分自身と向き合い、夢を追い続ける決意を新たにする重要なターニングポイントです。彼女は映画業界でのキャリアを築くために多くの挑戦に立ち向かい、自分の道を切り開いていく姿が書かれています。連続テレビ小説オードリー第100話のあらすじは以下の通りです。第100話ではヒロインの水木が映画業界での自分の立ち位置を確立しようと奮闘する中、個人的な関係とプロフェッショナルな成長のバランスを取ることに苦労します。水木は映画スタジオでの仕事に情熱を注ぎながらも、恋愛関係の複雑さに直面し、自分の感情とキャリアの間で葛藤します。このエピソードでは水木が映画監督の杉本や映画に情熱を持つ城島との関係を深めていく様子が書かれます。水木は彼らとの交流を通じて映画業界での自分の位置を確立しようと努力しますが、同時に城島に対して抱く複雑な感情に苦悩します。また水木の恋愛も物語の重要な要素です。彼女は城島に対して複雑な感情を抱き、二人の関係は様々な困難に直面しますが、水木は自分の感情に正直になり、城島との関係を深めようとします。第100話は水木が自分自身と向き合い、夢を追い続ける決意を新たにする重要なターニングポイントです。彼女は映画業界でのキャリアを築くために多くの挑戦に立ち向かい、自分の道を切り開いていく姿が書かれています。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。